この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、土砂崩れ、そして崖崩れには十分注意をなさってください。そして慌てずに行動なさるようにしてください。夜の時間帯です。部屋が暗い状態で慌てて行動しますと思わぬ怪我をする恐れがあります。どうぞ落ち着いて行動するようになさってください。震度の情報をお伝えします。震度5弱を熊本県の美里町で観測しました。震度5弱を熊本県の美里町。津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありませんが、土砂崩れ、そして崖崩れには十分注意をなさってください。そして慌てずに行動なさるようにしてください。夜の時間帯です。部屋が暗い状態で慌てて行動しますと思わぬ怪我をする恐れがあります。どうぞ落ち着いて行動するようになさってください。震度の情報をお伝えします。震度5弱を熊本県の美里町で観測しました。震度5弱を熊本県の美里町で観測しました。それから震度4を観測した地域は熊本県の熊本市西区、熊本市南区、八代市、山鹿市、宇城市、鹿島町、益城町、甲佐町、氷川町以上で震度4を観測しました。テレビの映像は地震発生当時の熊本県中央区の様子が映されています。映像は変わって熊本市の地震発生当時の様子です。カメラが小刻みに揺れている様子がわかります。市街地ですが道路の信号はついています。そして辺りの建物にも明かりはついているように見えます。お伝えしていますように午後9時44分ごろ九州地方で強い地震がありました。